すい。あー死んだ、絶対死んだ。ヒルさん、その刺し方は死んだよ。だってもう食い込んで抜いたら方が痛いやつだもん。それ刃物は大体刺さった時は抜かない方がいいって言うけどね。何の豆知識や。また銀の皿だ。あとでシチア持ってこう。お邪魔しまーす。で、キリュウさんはなんで VIP 席に入れるくらい金持ってると勘違いしてるんだ。私なんで VIP 席で飲もうと思えるくらい気が大きくなってるんだ。おい、クルカドというやつから紹介を受けたんだが。いらっしゃいませ。キリュウ様でございますね。伺っております。こちら、今回ご紹介ということで VIP 席へご案内させていただきます。こちらの階段よりどうぞ。お金ないけど大丈夫なやつ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ゆうこです。はじめまして。波やな。ここだけまだバブルの雰囲気残ってんな。お客さん、こっちの人やないね。ああ、旅行でこっちへ来たん。いや。じゃあお仕事。まあそんなところだ。おい、おなごの数が少ないやないけ。支配人はどこにおるんや。ちょっと目合わせたらあかん。この辺で有名な薬剤さんなんやって。あ、はい、お呼びでしょうか。関西でわしらのテーブルこないに寂しいする店他にないで。すみません。頭下げる暇あんねやったら色っぽい姉ちゃん餃子引っ張ってこんかい。てか団体客っつってなかったっけ。もうええ。あ、親分さん、ありがとうございます。親分さん、さすがやわ。感覚あるな。当たり前やがな。お前さん、この仕事してて親父のこと知らんのかい。4人だもんな。近江連合のドン、関西の竜や。覚えときゃ。へえ。どないしました。あ、こいつのせいでか。ちゃうわ。お前今何言うた。は？覚えとらんのかい。あ、席外せ。自分なんか親父さんの前で言うたらあかんことがあるやろ。あ、いや。ええから、はよ謝らんかい。すみませんでした。ほら、みっともないで。はよ席座らんかい。グラスで飲むのやめだ。山田。悪い、わしと杯交わしてからなんぼや。2年です。そうか。こぼれてます、こぼれてますよ。あの、親父。で、お酒もったいないですよ。思い出したんかい。え、あ、いや。まあ、飲めや。あ、はい。いただきます。あ、これは一気やろな。あ、これで思い出してやろう。はよ言うてみや。これ関西の竜。関西の竜って言ったんだ。ちょっとあんた落ち着かねえ店だ。
待てや、我よくも口にしたの。おめえらがもう一度聞きてえと言ったからだ。人の話盗み聞きしくさってこら。あれだけ、あれなんかさ、2人しかいなかったはずなのに3人に増えてる。耳に入るぜ。うら、イエーイ。すいません、オウミの方がお金払うんで。大阪湾に沈めたのか、覚悟せや。おお、4人かよ。お前ら本当に団体か。計7人か8人しかおらんやんけ。お店に迷惑でしょ、そんな人数で。ビップエリア塞いだら、むしろ他の客守ってるみたいな感じもあるかもしらんけど。よいしょ。さあお兄ちゃん、飛ぼうか。確かこれうまく投げればヒートアクション使わなくても落とせた気がするんだよ。ここ無理かな、さすがに。さすがに無理だわ。だね、もうちょい柵がね低いところだったらね、投げ飛ばして落とせるんだよ。よいしょ。ほら立て、そして飛べ。すいません、ピアノの修理代は近江の方が持ってくれると思うので。お見事や。すまんことしたわ。うちの若い衆は血の気が多くてのう。もうお帰りですか。お前らといると酒がまずくなる。あんたは大した男や。気に入った。さっきのお詫びとしておごらせてください。断る。オウミ合流会のおごりですぜ。わしの顔立てたってくださいや。合流会、よっしゃ。この店で一番高い酒持ってこいや。はい。ほんまにええ度胸しとるわ。うちの組にもあんたほどの男はおりませんわ。すいません、東商会の4代目です。ああ、そうやるな。あんたほどの人が関西におったらすぐに噂が広まりますさかいに。お近づきの印にお名前教えてもらえまへんやろか。これは失礼。わしは近江連合合流会2代目の合田隆二と申します。5代目近江連合直参合流会2代目会長合田隆二。ギリ読めたぜ。近江連合ぐらいはご存知でしょうが、日本で一番有名な大門ですが。すいません、今度東からの鉄砲玉があなたの元に行くと思います。お名前は。名乗るほどのものじゃねえ。わしもこうして腹割って話しとるんです。名前ぐらい教えてもろてもええやないですか。キリュウカズマだ。はっみたいな。道島の竜、東上界のキリュウカズマさんですか。そうです、東の竜です。そんな男は知らねえ。兄さんも人が悪いわ。驚かさんといてください。まあでも本物なわけないわな。本物やったらこんなところで酒飲んでられるわけないわ。どうしてだ。本物やったら今頃それどころやない。必死こいて戦争の準備しとるはずや。
キリュウさんはチンピラ倒して金巻き上げてそれで飯食う方が戦争の準備になるからさ。さっきわしが切れたわけ。なんだ。わし関西の竜と呼ばれんのが気に入らんのです。竜はまだい。関西が嫌なんです。竜に関西も堂島もありやしません。極道の世界で竜と呼ばれる男は一匹でええんですわ。あんたもそう思いますやろ。まあな。あんたとは気が合いますな。これも何かの縁や。ついでにもっとええ話教えさせてもらいます。今夜の12時ちょうど、カムロ中に派手な花火がドカンと一発打ち上がるんです。花火。わしが仕掛けた花火です。グラス一個かよ。一世一代の祭りが始まるんや。祭り。その幕開けの花火がカムロ町に上がるんや。そして明日、道島の竜死ぬ。何？それでわしは本物の竜になる。少し喋りすぎました。まあ桐生さんはごゆるりとくつろいでってください。ああそう、一つ言い忘れましたわ。明日出かけるなら香水の一つでもつけていった方がよろしい。どういう意味だ。あんたの体からプンプン匂うんですわ。血の香りが。ああ、ちょっと見覚えありますわ。ここ来る前に人一人刺してきたんすよね。人一人腹にナイフ刺してきたんすよね。仕掛けた花火。12時、一体何が始まるんだ。ボーン。まあ、カムロ町爆発には慣れてるっしょ。1年前にもおったしな。大型ビジョンへ向かう。爆発？あそこの街頭ビジョンでやってるって、うん、騒然としているようだ。何かあったのだろうか。俺もヤジに混ざっていこう。どっかのビルで爆発事件。怖いなあ。よっ、どこだっけ街頭ビジョンって。あれか。スイ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 。まだミレニアムタワーが爆発した。まただ。2回目だ。絶対直したばっかだろうに2回目だ。まだ分かっていませんが、爆発が起こったフロアには暴力団関連の事務所があるとの情報もあり、事故以外の可能性もあるとのことです。確か風間組の花火事務所があるんじゃなかったっけ。ついに始まったか。あの人は誰なんだろうか。ちょこちょこムービーに出てきてるけど誰なんだろうか。ああ、須藤です。ええ、残念ですが倉敷課長の読み通りとなってしまいました。警視庁組織犯罪対策部、犯罪部、須藤純一。いや、まだ関西とのつながりは分かりません。
ええ、そうです。やはり海外の組織が関係しているのではないかと思いまして。そうですか、わかりました。では私の方も手配します。ええ、あの任務は伊達さん以外にこなせませんから。はい、では。またメインヒロインになんかやらせようとしてるのか。あれ、これで2章も終わりかな。自動セーブだから、セーブデータ分ければよかった。セーブデータ分けんの忘れもありか。この辺まではほぼムービーだから、なんか撮影ミスあってもすぐ取り返せるやろ。間違えて動画ファイル消しちゃったとかあっても。大変なことになっちまったな。ああ、どうした、何かあったのか。いや、昨日の夜ちょっとな。ん、うん、いや今はいい。お前後で姉さんに電話して柏木さんの安否を確認しておいてくれ。ああ、わかった。じゃ、近江連合に行く準備ができたら声をかけてくれ。わかった。なお、このタイミングでサブクエが大量に発生しております。お、ちょっと、そこのかっこいいお兄さん。お、俺のことか。そうっすよ、そうっすよ。急な話かもしれないんですけど、お兄さん、モデルになってもらえませんか？モデル？申し遅れました。俺、水野と言います。モデルのスカウトやってます。実は今日撮影を予定してたんですが、モデルが急に逃げ出しちゃって、代わりのモデルができそうな人を探してるんす。桐生のモデルデビュー。そうは言っても、モデルなんて性に合わん。それに、俺よりもっと合うやつなんて、その辺にゴロゴロいるだろう。ちゃいます。そんなことないんですよ。実はうちのモデルはちょっと特殊でして、男らしくて画体も良くないとダメなんです。なよなよしたイケメンのガキなら捨てるほどいますけど、失礼だなお前。お兄さんみたいなタイプの人はなかなかいないんです。お願いしますよ。だがモデルなんてやったことねえしな。大丈夫です。そこはうちのスタッフが手取り足取りサポートしますんで、報酬もたっぷり、当然たっぷりご用意させていただきますんで。お願いします。いい感じの人連れてこないと、俺、上司にとっちめられるんです。人助けたと思って、ね。わかったよ。ちょっと待っててね。これさ、白いやつ全部サブストなんだけどさ、1、2、3、4、5、6、7、8、8個！現段階で8個！すげえな。仕方ねえな。そこまで言うなら小遣い稼ぎがてらやってやるよ。おお、ありがとうございますっす。では撮影現場までご案内しますね。ところでお兄さん、お名前なんて言うんすか？キリュウだ。頼ます。ではキリュウさん、よろしくお願いします。チャラいなお前、見た目通りじゃん。ここが撮影場所っす。結構殺風景なところだな。で、俺はどうすればいいんだ？もうすぐうちの撮影部隊を呼んできますんで、座ってお待ちいただければと。ちなみに撮影はうちのアートディレクターが担当させていただきます。それじゃあ俺はこれで、さよなら。え？はじめまして、三村です。お？あんたが撮影担当のアートディレクターか。ああ、僕はアシスタントなんです。今回、キリュウさんを担当するアートディレクターはこちらです。クロちゃん、顔がクロちゃん。やあポイズン、ミツオだ。ミツオだよな、多分。帰るな帰るな。ああ行かないでくれ。出口はそっちじゃないぞキリュウさん。何なんだこのうさんくさい男は。うちのアートディレクターのポイズンミツオです。この業界じゃ有名なんですよ。男性を美しく撮ることに関しては天下一品、被写体の魅力を最大限に引き出す独特の表現技法が評価されていますね、ポイズンさん。え、なに？その、あれなの？君がキリ君、今日はいい撮影ができそうだ。覚悟してくれよ。嫌な予感がする。
うちの撮影は普段普通とはちょっと違っているから少し戸惑うかもしれないが、その方が君を楽しめるだろう。ふふふ。いや、普通の方がいいんだが。さあさあ、前は急げ。早速撮影を始めるぞ。そう、上半身を脱いでくれたまえ。ん？え、服を脱ぐのか。当然、私は人間の本能や本質を撮影したいんだ。服なんて邪魔だけだろ。ほら、私を見たまえ。本能的だろ。ただの変態なんよ。ただの変態にしか見えないが。さあ、いいからいいから、早く脱いで。取るぞ取るぞ。脱ぐ。Qさん脱いだらすごいっすよ。では早速始めよう。まず最初のテーマはサラリーマンの日常だ。ん？サラリーマンの日常？うむ、家族のために働くサラリーマン。その苦悩や、悲哀、そして美しさをフィルムに収めたいと思ってね。キリュウ君なりにそのあたりを表現してほしいんだ。まずは考える人のポーズをしてみようか。こんな感じか。おお、なかなかいいじゃないか。あの入れ墨がアートだね、キリュウ君。仕事のできる男が自分にだけ見せる普段の弱さを表に出せない苦悩感がにじみ出てるね。もう少し表情をアンニュイにできるかな。あんまりよくわからないが、こうか。そうそう、いいよ。中間管理職の哀愁感が出ててグッとくるね。アートだよ、すごくアートだよ、キリュウ君。キリュウ君は飲み込みが早そうだ。この調子でどんどん行ってみよう。じゃあ次からはキリュウ君自身に表現を委ねてみようかな。どういうことだ。要はアドリブだよ。私がテーマを出すから、それをキリュウ君なりに解釈して表現してみてくれ。まずは強い男の表現をしてみてくれ。強い男を表現しろか。ライオンが草陰から獲物を狙うポーズ、両手を突き合い雄たけびするポーズ、こっちの方がちょっと見たいな。強いって言ったらもうあれしかねえな。どうだ、キリュウ君、それは一体何だい。百獣の王、ライオンだ。強いと言えばライオンと相場が決まっているだろう。決まってねえと思うけど別に。オーマイガー、そういうことか。残念だけどただの目標にしか見えないな。これはこれでエロスがあっていいから需要はありそうだが、アートしてるとは言えないね。うん、アートってのは意外と難しいな。ではキリュウ君、改めて強い男のポーズを頼むよ。強い男か。戦いの時に気合を入れる時のイメージでいいのか。新しい技を覚えそうなオーラ出すのやめろ。うおー、強い強いよキリュウ君。アートしてる、アートしてるよ、最高だ。地球の裏側に届くくらいもっと下げんで。うおー、そのオーラ的なのは見えてる、もしかしてポイズンさん。最高だ最高だ、もうたまらん。私もつられてバカが2人に増えた。ふう、まさか初めてのモデルにこんな雰囲気で飲まれるとはね。パーフェクトだったよキリュウ君。そうか、あんなので大丈夫なのか。ああ、むしろあんなんじゃなきゃダメだよ。さっき君はアートしていたよ。じゃあこの調子で次のテーマに行こうか。よし、次のテーマは男のギャップだ。真の男がふとした瞬間に見せるギャップ、それで私を夢中にさせてくれ。男のギャップか。ヒーローのポーズとメイドのラブポーズ。いや、ギャップって言ったらこっちでしょ。男のギャップ、可愛らしいことをやればいいか。恥ずかしいが仕方ない、あれをやるか。ラブズバカかこいつキュン。キリュウ君完璧で、あ、こっちでいいんだキリュウ君みたいな男らしい人間がふとした瞬間に見せるポーズ、それなのにメイドさん早い早い、もう喋りが早い。お前オタクかあー、シャッターが止まらない。とってもとってもアートしてるよ。君の全てをネガに焼き付けるとしよう。褒められてもあまり嬉しくないのはなんでだろうな。不安なのかい。大丈夫、最初はみんなそうさ。表現とは羞恥心との戦いでも、戦いの歴史でもあるからね。さっきの君はアートしてたよ。おう。さあ、その調子でどんどん行こう。じゃあ次のテーマは思い切ってセクシーな男で行ってみようか。セクシーな男か。ボディービルダー、相撲。いや、まあセクシーっつったらこっちだよな。男でセクシーといえばやはりこれだな。あー、筋肉の張りがいいですね。わお、キリュウ君、
切れてる、切れてるよ、アートしてるよ。キリュウさんもこれノリノリだろ。ふん、最高だよキリュウくん、アートしてる、アートしてる。これこそ、これこそが芸術だ。ちょ、なんかもうキモいキモい。クロちゃんの顔でそういうポジショニングで写真撮るのマジでキモい。はあ、グレイトグレイト、キリュウくん君は素晴らしいね。今日はとってもアートしてたよ。そっか、俺としてはよくわからなかったが、まあ無理もないさ、アートっていうのはそういうもんだからね。でもおかげさまで世界コンクールに出すいい作品ができたよ。ん？何？世界コンクール？あれ、スカウトの水野から聞いてなかったかい？今日撮った写真は僕の新作として世界中のメディアにばらまく予定なんだ。キリュウくんの素敵なポーズの数々が全世界の人にも見てもらえるんだよ。素敵だと思わないかい？やばい、4代目が変なことやってるみたいなことで、堂島組で登場会でニュースになっちゃう。何やってんだキリュウってなっちゃう。思わん。というかそんな話聞いてねえぞ。すみません、本当のことを言ったら絶対断られると思って。お前後ろ見ろ、後ろ、肩着じゃないんだから写真はまずいだろ。とにかくアートだかなんだか知らんが、勝手に世界中に写真をばらまかれるのは困る。なんだって、君は私の作品になることを光栄に思わないのかい？思わん。ほう、わかったよ。ちょうどいい機会だ。本当は撮りたかったけど遠慮して撮らなかったテーマが一つあるんだ。それを今から撮ろう。ほう、なんだそのテーマとやらは。テーマは痛みと苦しみ。痛みで苦悩するキリュウくんの表情を撮って最高のアートにしてあげるとしよう。行くぞお前ら、このモデルを最高のアートにしてやれ。はい。ちょっと引いてんじゃねえか。お前だけだぞノリノリなの。ごめんなさい、ザコからやらせていただきます。順当にザコからやらせていただきます。ポイズンさん邪魔。このハゲ、ちょっと寝てろ。おら、ミスでいっか。それつか何お前ボスと同じような HP バー出してんねん。OK、 地味だった、めちゃ地味だった。キリュウさん本当にすいませんでした。まったく、人を騙し討ちするようなことをしてやり方が強引すぎる。最初から説明しろ。すみません、でもちゃんと説明したらみんな協力してくれなくて逃げられてばかりで、だからつい。ポイズンが有名なアートディレクターってのも嘘なのか？はい、本当は全然無名で業界でも極物扱いされているんです。やはりそうか。でも俺たちポイズンさんの作品が好きなんです。だからどうしても新作を作ってほしかった。ポイズンさんの新作が見たかったんです。もうさ、 AV 男優集めてパンツレスリングの写真でも撮れば。お前らがアートを追求するのは構わん。だが人を騙して誰かを犠牲にして、そうやってできたものが本当にいい作品になると思うか？ちょっといいこと言うのやめろ。はっみたいな。お前らが目指してるアートってのはそんなに悲しいもんなのか？私たちなんかよりキリュウくんの方がよっぽどアートを理解していたのかもしれないな。ポイズンさん、素人さんにここまで言われても何も言い返せない。自分が情けないよ。一から出直しだ。キリュウくん、これは帯だ、受け取ってくれ。携帯電話。私はもう一度アートとは何かを考え直す。そして今回みたいに無理やりな形じゃなく、みんながハッピーになれるような作品を作っていくよ。私はアートを追求するあまり大切なものを失っていたみたいだ。気づかせてくれてありがとうキリュウくん。もし私がみんなをハッピーにできるような素晴らしいアートを作れる人間になれたら、その時はまたモデルをお願いできるかな。ふん、どうするかな。まあ考えておくとしよう。
いい話だな。三村さん、水野くん、今の二人、今日撮ったどの写真よりもアートだと思わない？はいはい、すっげーアートっす。え、お金が入ってきてない。スマホは、スマホじゃねえや、携帯渡されただけなんだけど。どういうこと？そしてここどこ？あ、経験値めっちゃくれんな。経験値の方がありがたいまであるんだけど。イエーイ。いや、いいな。この量経験値くれんのマジで助かるな。うん。これでレベル1段階のやつは全部解放し終わったね。飛び込み攻撃、スウェー距離アップ。他はないかな。ヒートアクションもそんなにガンガン取れるやつはないんだな。まあ、この辺の3つはあった方がいいかもしれないけど。刃物持ってるやつ、拳銃持ってるやつ、鈍器持ってるやつから武器奪う系のやつね。これさ、メールめちゃくちゃ溜まってんだけど、あんま関係ないんよな、メインストーリー。てか、キリュウさんガラケーに戻ってる。あ、まあ、でもずっとガラケーか。時代的にずっとガラケーか。なんかのパートで、あ、違うわ、あの龍が如く2で写真撮るとき、もうね、明らか それガラケーじゃないだろうっていうような写真の撮り方するんだよ確か。いや、とりあえず今回はこの辺で終わりにさせていただきたいと思います。ダイッシュ、まあ、また次回というか、まあ本編進める前にその、こんな感じでサブスト進めてって桐生さんを強化したいかなとも思うので、はい、また次回ですかね、お会いしましょう。ありがとうございました。